はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、押さないでございます。 えー、今回は、えー、心理職のための自己研鑽講座オンライン、えー、面接における喋ってくれないには色々あるというテーマで、えー、短く簡単にお話をしたいと思います。あの、この心理職のための自己研鑽講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は、えー、この動画の概要欄にリンクがありますので、えー、ぜひそちらからアクセスしてみてください。えっ、ー、と、そうですね、タイトルの通りなんですけれども、まあ、あの、面接で、 あの本人がクライアントさんが喋ってくれずにですね自分ばかり喋ってしまうみたいなことってこう割とよくあることだったりするんですよねでそのまあその喋ってくれないっていうふうに一口で言ってもそれにはいろんな喋ってくれないがあるんだという話なんですけれどもあの喋ってくれないっていうのはこう口が重いだけでこう多少の返答をするっていうんだったらいいんですけどあの 何て言うのかなとにかく沈黙を貫くっていう場合もあるわけなんですよね。その、高所の場合、つまり沈黙を貫くっていう、えっ、ー、と、場合だとしたらですね、それは、あの、割と、あの、まあ、普通に、普通に、